こんにちは。今日は、三倍角の公式、コサイン三スイータやサイン三スイータが、どうなるのかということについてなんですが、三倍角の公式でそうめったに使わないからあんまり覚えておくのもめんどくさそうだし、結論がなんかサインとコサインで似てて微妙に違ってで混乱しそうで覚えづらいと。で、三倍角の公式ってのは3スイータを2スイータ足すスイータに分けてあげれば、加法定理、加法定理、最多コスモス、コスモス、コスモスっていうのを使ってあげれば、まあ、導けるけど、真面目に導くと、5、6行かかるし、途中暗算で省略しても、4行か5行かかっちゃうと。で、時間も結構かかっちゃうと。で、めんどくさいんで、でも覚えるのも、なんか覚えづらいと。じゃあ、簡単にパッと出す方法はないかなっていうと、それがあります。じゃあそれをどうやってやるのかっていうのは、複素数の掛け算を使って三倍角の公式を出してやると、あっという間に2行で出せます。ということで、複素数の掛け算から話したいと思います。どういった意味を持つのかということについて、考えてみたいと思います。複素数っていうのは、実数と素数の混じった数ですね。で、複素平面という、こっちが実数の軸、縦に虚数の軸、虚軸を取って、複素数を目で見て分かるように捉えてみようというのがこの複素平面。ガウスさんが考えたからきっとガウス平面というものです。で、じゃあ、実数が A で虚数が B の数を A たす BI というふうにこのように表現します。で、そこで、絶対値というものを考えるときに、絶対値マイナス2っていうのは2。絶対値3は3というふうに、絶対値というのは何を意味するかというと、原点からの距離ですね。原点からの距離が2ですよと。原点からの距離が3ですよというのと同じ要領で、複素数についてもまずは絶対値というものを A たす BI の絶対値というものを原点からの距離と考えてみましょうと。原点からの距離なんで、これはピタゴラスの定理が使えて、A たす BI の絶対値は、ルート A 次乗たす B 次乗。これが A たす BI の長さになります。で、掛け算をじゃあしてみましょうかと言ったときに、A たす BI かける C たす DI と。これはまあ、ごく普通に展開していけばいいんですが、複素数の掛け算のときはまあ、実数になる部分と虚数になる部分も最初から分けて考えちゃうと、計算しやすいですと。実数になるのは AC と、あと、虚数同士かけるとマイナスで実数になりますと。なんで、マイナス BD ですね。I の2乗がマイナス1になっている。で、虚数になる部分は AD と BC。なんで、AD と BC の I と。これが掛け算の結果となります。じゃあ、ここで、掛け算された出てきたこの複素数もやはり絶対値考えてみましょうか。じゃあ絶対値はっていうと、これと同じ要領で、実部の2乗と虚部の数の2乗を足してルートを取ってあげればいいんで、これの2乗をします。そうすると A2 乗 C2 乗で、途中にマイナス 2ABCD が出てきます。で、こっちも2乗するんですが、こっちにもプラス 2ABCD が出てきて、足すので、これとこれ消えますと。ってことは、残ってるのは、全部2乗した B 次乗 D 次乗、足す A 次乗 D 次乗、足す B 次乗 C 次乗。これが、計算して出てきた、複素数の絶対値になりますと。じゃあ、これ、中身実は、きれいに因数分解できて、A 次乗でくくると C 次乗足す D 次乗で、 B 次乗でくくって C 次乗と D 次乗なんで、やはりまた因数、これで因数分解できて、 A 次乗足す B 次乗括弧 C 次乗足す D 次乗というようになります。ここで一つ気づくことは、元の掛け算した2つの複素数の絶対値っていうのは、
1個はこれで、これの絶対値ももちろん C 字乗足す D 字乗のルート、そうすると複素数掛け算すると絶対値同士は掛けたことになる、出てきた複素数の絶対値がこれなんで、絶対値同士はどうやら掛けてそうだなということがまずこれで分かります。で、新しく出てきた結果っていうのはどっかこうどっかこの辺にあります。じゃあそれ一体どっちの方に行っちゃったのかなって考えた時に、複素数っていうのは、実軸と角度を持ってますと。実数だけ角度を持ってますと。実数は、プラスの数は0度。マイナスの数は180度という角度を持ってますと。普段はそんなこと意識しませんが、プラスの数なら0度、マイナスだったら180度という角度を持ってます。で、複素数ってのはまあ、こういった360度のある角度を持ってますと。じゃあそこで、実軸となす角を α としたときに、これを α を使って別の表現をしてみましょうと。というときに、cosα っていうのは、こう、でになるので、これは絶対値なんで、ルート a 次乗足す b 次乗分の a と。同じように、sinα は、ルート a 次乗足す b 次乗分の b と。すると、a たす bi っていうのは、a たす bi は、a が、これですね。ルート a 次乗足す b 次乗、cosα と。a イコール、これかけこれと。で、b は、同じく sinα かけるこれなんで、これ、共通してるんで、くくってやって、マイナス、サインアルファで、ここに i と。こうなります。で、同じように、c たす di、これはもう文字が変わっただけなんで、c 次乗たす d 次乗、括弧、コサインベータたす i サインベータと。こうなります。じゃあ、掛け算を今度はこっちでやってみましょう。掛け算をこっちでやってみると、さっきの絶対値同士が掛けてたのをより鮮明に分かります。で、掛け算やると、a 次乗足す b 次乗、c 次乗足す d 次乗と。まずこれ同士掛けちゃいます。で、次これ掛けちゃいます。で、これとこれ掛けるときもやはり実数と虚数分けて考えてあげると、実数になるのは、cosα、cosベータ。で、あとこれ同士の掛け算。i の2乗が出てきて、マイナス、サインアルファ、サインベータと。で、虚数になる部分は、これだけだね。カッコ、サインアルファ、コサインベータ、i と、この掛け算ですね。コサインアルファ、サイン、ベータ、i というようになります。すると、ここで、ここに、加法定理があります。コスモス、コスモス、サイタ、サイタ。ということは、掛け算は、a 次乗足す b 次乗、c 次乗足す d 次乗の、コサイン、アルファプラスベータだと。加法定理そのままです。で、こっちも、サイタコスモス、コスモスサイタのサインの加法定理になっています。ってことは、足す i サインアルファプラスベータになっていると。a 足す bi と c 足す di 掛け算して、ac マイナス bd 足す iAD プラス BC でやった、これを絶対値は計算してちゃんとこうなってました。ってことはこのこれっていうのは絶対値はちゃんとああなってました。で、同じように角度を使ってこの出てきた数がの角度ガンマとすると、c
コサインガンマプラスアイサインガンマと表せる。するとこれがこうなんで、ガンマっていうのはアルファプラスベータですねと。じゃあ一体複素数の掛け算は何を表しているのかっていうと、元の複素数の大きさと大きさはかけて、角度は実軸となす角度は足してくださいということがわかります。ということは、実はマイナスかけるマイナスがプラスになるのも、これはマイナスの数っていうのは実軸となす角度が180度で、マイナスとマイナスかけるってことは大きさと大きさ、例えばマイナス2かけるマイナス3っていうのは、大きさと大きさはかけて、角度は足してね、180度と180度を足すから360度はプラスですねっていうことで、マイナスとマイナスがプラスになるのも複素数の掛け算からも説明がつきますということになります。単位円、単位円というのは半径が1の円、単位円上にある複素数、例えばここをついたとすると、この複素数っていうのはもう大きさが1ですと。ってことはもうそのまんまコスセータ足すアイサインセータっていうふうに表すことができます。実部がコスセータで、虚部はサインセータで、大きさは1ですと。すると単位円周上のにある2つの、例えばじゃあアルファとしてベータとすると、コサインアルファ足すアイサインアルファかけるコサインベータ足すアイサインベータっていうのは、もう大きさと大きさをかけるんですけど、大きさも1ですと。で、角度は足してね、だからこれはコサインアルファ足すベータ足すアイサインアルファ足すベータになるはずだと。大きさは1、大きさは1なんで、かけても1で、出てきた結果のはこの角度は足してね、だからこうなるはずだと。で、これ素直に掛け算するとコサインアルファコサインベータで、虚部は虚数同士かけて実数になるんで、マイナスサインアルファサインベータと。で、これが実部で、虚部もまた計算すればいいんですが、これとこれだから同じだよねってことは、ここでも加法定理がパッと導けちゃうということになってます。で、それを利用してモアブルの定理というものがあります。ドモアブルの定理というのは、コサインセーター足すアイサインセーターの N 乗はコサイン N セーター足すアイサイン N セーターとになります。これも考えて複素数の掛け算からしてもう明明白白な定理です。証明はまあちゃんとするなら数学的機能法で証明しますが、もう複素数の掛け算の定義から明らかです。これって大きさが1の複素数。なんで何回かけても大きさは1のままです。で、複素数の掛け算は角度はとにかく全部足してないと。セーターを N 回足すんだから N セーターになりますということで、このドゥーマブルの定理は複素数の掛け算からしてもう明らかになり出す定理です。じゃあこれを利用して3倍角を出してあげるとあっという間に出ますと。コサインセーター足すアイサインセーターの3乗はこれを利用してコサイン3セーター足すアイサイン3セーターです。今知りたいのは3セータ、コサイン3セータやサイン3セータが知りたいのが3倍角の公式。で、これイコールこれだと。で、これをそのまま展開してあげればいいと。3乗の展開の公式はまあさすがに覚えているんで、もう素直に展開しますと。これの3乗。
コサイン3乗セータで足す、次は3コサイン2乗セータサインセータに I がくっついてるんで、まあこれでいいか、 I と。で次は同じく3コスセータでこれの2乗なんで、これ2乗すると I の2乗なんでマイナスになります。でサイン2乗セータだけ残ると。で最後はこれの3乗、 I を3乗すると2乗でマイナス1にもう1回 I なんでマイナス I サイン3乗セータと。でこれ実部と虚部に分けてあげると、コサイン3乗セータとマイナス3コスセータサイン2乗セータ、これが実部で、虚部はプラス i カッコこれですね、3コス2乗セータサインセータ引くサイン3乗セータ虚部で、コサイン3セータってのはこれの実部なんで、これとこれが等しいですと。コサイン3セータはこれですと。で、サイン3セータはこっちです。で、これあとはまあ、この2乗だけをちょっといじってあげればいいだけで、コス3乗セータ引く3、コスセータ、カッコこれが1引くコス2乗セータと。そうすると、コス3乗はマイナス3と、これはプラス3ですね。プラス3と、これなんで4コス3乗セータでマイナス3コスセータだけ残ると。でこっちも同じ要領で、このコス2乗セータのところだけいじってあげればいいんで、3カッコ1引くサイン2乗セータサインセータ引くサイン3乗セータなんで、やはりマイナス3とマイナスなんで、マイナス4サイン3乗セータと、プラス3サインセータ、3サインセータっていうふうにして、サインとコサインの3倍角の公式がドゥ・ムアブルの定義、複素数の掛け算を使えば、まあ結構あっという間に出ますということになります。じゃあ以上です。ありがとうございました。